ありがとうね、来てくれて。はい、で大丈夫だった今日は。はい、大丈夫ですよ。家にちょっと来てもらうっていうことだったんだけど、はい、うん、その本当にだ大丈夫。何がですか。大丈夫ですよ。そういう、まあ、覚悟で今日は来てくれてるっていうこととしてこっちは捉えていいのかな。はあ、はあ、はあ。まあね、もう瑞希ちゃんともかれこれ出会ってどんぐらいになる。1年ぐらいですか。うん、なんかね、ようやくね、まあその許してくれたという。はあ、うん、本当にありがとう。何言ってるんですか。気持ち悪いんですけど。いやいや、何のことですか。あの、気持ちいいです。何ですか。いやいや、みずきちゃん、気持ち悪くないです。気持ちいいです。気持ち悪いです。ずっと始まってからずっと気持ち悪いです。だからいいんだよね。なんか意味深に見えてきます、これも。いや、これも怖い。それは自分で置いたんでしょ。いや、これもなんか意味あるのかなとか思っちゃって。関係ないです。何ですか。何が怖いです。あ、ごめん、なんかちょっと変な感じになっちゃって、はい、伝わってた。いや違う違う違う、はい、あの、今日だから家で、はい、あのサウナに入ろうかなって、はい、そういうことだよ。何をなんか勘違いして、なんか意味深でこれを触りながらさ、意味深ってこれやばいよ。俺逆に事務所怒られるわ俺。いや本当やめてください、そういう風に仕立てあげるの、私のこと。いや仕立て、まあ、だからそういうのに想像しちゃうところが、はい、もう本当に子供だなって。何も想像してないです。あなたが今勝手にこれを持って意味深に思えてきたってわけわかんないこと言うから。何も言ってないよ俺。いや、そういう雰囲気作ってきたじゃないですか。作ってないじゃない。いや本当にいいんだよね。いや、いいですよ、大丈夫って言っただけだから。だからいいんだね、じゃあね。いいですよ、うん、じゃあちょっとあっちで服じゃあ脱いできて。なんかめっちゃ気持ち悪くないですか。すいません、はい、ちょっとおふざけが過ぎましたけれども、はい、本日のゲスト、花山瑞希ちゃんです。よろしくお願いします。花山瑞希です。もうね、あの、瑞希ちゃんと番組1年以上やってんのか。はい、で YouTube もたくさん出てくれてますけども、瑞希ちゃん大のサウナ好きということで、もうサウナ女子だもんね今ね。はい、もう芸能界を代表するサウナ女子という。好きです。ことでよろしかったですか。はい、うん、もうそれぐらい好きで、はい、もう本当に休みあっていろんなサウナ行ってますけれども、はい、今回ちょっと藤森の自宅サウナが、はい、前来た時、あの、前のサウナは見てた、ね、見ました見ました。入ってはないけどね、はい、だ、あのサウナがちょっと一新しまして。ねー、言ってましたよね。はい、だからもうぜひそのサウナ好きの、はい、お、瑞希ちゃんにうちのサウナを入ってもらって、はい、ちょっと感想をね、はい、聞いていこうかなっていう、はい、本当オープニングがすみませんでした。ちょっと本当に尺稼ぎで、そうですね、やらせていただきました。はい、はい、気持ち悪かったですか。気持ち悪かったです。はい、すいません。分かってます。ごめんなさい。軽っ。はい、これ一回下げてもらっていいですか。はい、僕が、あの、一応ただ真面目に作った陶芸の、あの、作品なんで。いや、はい、なんか最近そういう変な動画も出してたから、なんか色々。え、あの動画見てくれたんですか。見ましたよ。本当に気持ち悪いなと思って見てました。そのあれですか、いわゆる私がこの VR つけてる。そうそうそうです。よう見たな、あれ全部見たの。見ましたよ。なんで。いや、なんか最初 VR の逆にキモいよ、VR、いや、まあ、飛ばしながらですよ、はい、で、またこういうことやってんのかって、なんか小路さんが瑞希ちゃんとか来るじゃないですかみたいなって言ってくれてたから、はいはい、何の動画なんだろうと思って見たら、うん、なんかこんなことやってんのかと思って。いや別にあれ決してなんか、それにこれも出てましたよね。決してそう、まあ、で、あ、出てたっけ。それたまたま置いてあったんだね。あ、そうですね。おかしなことやってるつもりないからね、その社会正義のためにやってるからこっちは、うんうん、なんかもう、はいって感じで見てました。まあ、本当にまさか瑞希ちゃんが持ってると思わなかったんで。いや、見てます。急に今汗吹き出してきてるんだけど。うん、絶対見ないでこれからは。あの、動画選んで見るやつは。わかりました。ありがたいけど。わかりました。だって全く分かんなかったですから、 VR の動画かなと思って、ね、はいはい、前からずっと VR 好きって言ってて、めちゃくちゃ VR のこと語ってたじゃないですか。そのあれ、 内容は言わずにね。あ、そうそうそう、言ってたっけ。え、言った、あの、 VR がもう最高になんか楽しいんだよって、もういろんな言ってて。やめろ、いや、もう VR しゃべんな、それ以上。それ以上しゃべらないでくれ、頼む。楽しくゲームやってるところなのかなと思って興味本位で見たら、あ、俺そんなに熱弁してた。めちゃくちゃ熱弁してたんですよ。すみません、最近一人で家で VR してるのが一番楽しいんだよって、マジで言ってて。じゃあやだ、もうごめん、お金払うから、お金払うから黙ってくれ、もう。頼む、すまん、本当にすまん、花山さん、すみません。
俺めちゃくちゃやばいじゃん、そんなこと俺言ってた仕事の合間に。いやでもまあまあもちろんそれゲームとか、映画とかね、そういうのも楽しいからね。はい、はい、いい、あの動画の話は忘れて。わかりました、忘れますね一回、はい、でも今日サウナ入るんで、はい、まあ終わった後にだから整いレベル1から5段階でちょっとジャッジしてもらえればいいかなと思いますんで、はい、じゃあ早速、今日は水木ちゃんと、まあ、初だからこのサウナに誰かお招きするのは、はい、もうよろしくお願いします。お願いします。それでは早速整っちゃいましょう、どうぞ。これがね、あの新型のサウナ、すごい、中が白と黒の木で、うん、すごい、はい、このね、夜空の、うん、星空を彷彿とさせる、すごい、なんかこういうライトもカスタムでつけてくれて、まあ、あのこれ照明もですね、実はいろいろできまして、はい、今こういう状態ですけど、こういう来たでしょ、チャラライトできる、チャラ、一応見てて、はい、ブイーン、ねえ、チャラい、ブイーン、チャラサウナじゃないですか。はい、自宅サウナ始まって以来のこれ、やだ、チャラサウナが完成しました。これいや、すごいですね、色がね、変わっていったりします、へえ、すごい。これどうですか、これをね、やっぱぜひお見せしたかったんですけどね。なんかバージョンアップ、チャラくバージョンアップしましたね。はい、ただまあこのライト入るときまだ一回も使ったことないですね。すごいですね、この背もたれの後ろにライトがあるんだ。そうそうそう、おしゃれ。で普段はもう大体このこの色、これですね、うん、落ち着く、これぐらいでこう暗くもできるんだ、いいですね、という感じなんですね。なんかこの白い木、うん、あまりないですよね。いや珍しい、珍しいですよね、これエストニアのね、うん、サウナ会社さんが作ってるんで、そうなんだ。この日本でのね、藤森の動画を見てくれたらしくて、はい、いいじゃん、彼いいじゃないかって、じゃあちょっと彼のイメージに合ったサウナを作ろうって言って、すごい、で作ってくれたんです。ちょっと一発ロールしますね、じゃあ。しますか、うん、来るよこれかなり、うん、いきます。この音がまたいいからね、お願いします。あ、いい香り、はい、これめちゃめちゃいい。これなんだっけ、何の香りですか、すごいいい香り、これいいよ、これ結構最近にして、うわー熱い、あサウナ張ってる、うん、大丈夫です、大丈夫です、それなんですか、あざとい女子の、違いますよ、最近水木ちゃんなんか髪をよくこうやって、いやいや一回だけですか、できますあれ今、いや、やだ全然、今日言ってますよ、髪、髪言ってないです、言ってないですか、いや家でもや飯とかで食ってるだけ、いやそれで違いますか、あれ横澤夏子があれやる女はめちゃめちゃあざといですから気をつけてくださいねって、昔からなんか納豆ってやってた、いやだからもう納豆とか思ってやってなかったです、本当になんか自分の髪の毛の匂い今大丈夫かなと思って、はい、って買いながら、それあざといよって言われたの。いや、じゃあざといよって、いや、可愛いんだけど。やっぱあざといに敏感すぎて、藤森さん。もう、あざとくて出てたよね。出てましたよ。はい。そうだね。はい。あざとい役、俺、それ、見てはないんだけど。あざとい役でした、一応。なんか、結構さっぱりしてるあざとさでしたよ、その子は。さっぱりしてて、なんかこびないあざとさみたいな役でしたけど。水木ちゃん、そんな感じだもんね。こびない。ナチュラルアザト、うん、ナチュラルアザトなんですか、ナチュラルアザトだよね、全然普段こうさ、ズケズケいろんなこと突っ込んでくれるし、はいはい、もうサバサバしてるけど、はい、なんかたまに不意に急にこんなことやってきたりするよね。あれ一番やばい、やばい女ですよあれ。いや今流行ってるのこれですよっていうことですよ本当に。いやいや、それおかしいじゃん、ラジオの収録中とかにパッて、いややり方おかしいですか、本当やめてもらっていいですか、いや本当に嫌だ、はい、ちょっと、はい、いやそんなじゃなんかいつもちょっと角度変えて、いや本当ちょっとやめてもらっていいですか、そのなんかおじさんのあれ出さないでください、はい、ね、この椅子とか使うことあるんですか、それ全然ちょっと横になってみて、嫌ですよ、なんでめちゃくちゃいいよこれ、いや良さそうですけど、一回一回ちょっと
どうぞ。いや暑いですよ。でもちょっとタオルがないから、そこ用の今タオルをコジが開発してくれてる。そうか、コジさんもサウナ大好きだから。この引いてるマットは、このマットもコジが作ってくれました。だって見たことないですもん。はい、あの水郷って、サウナで水郷っていうコジのブランドで、はい、本当だ。じゃあコジさんがミシンとかやって、そうコジはねサイズ測ってくれて、すごいやりました。気持ちいいですね。ふかふかで、ね、マットも。いやでね、結構俺の動画でも、うん、あのまあ、基本的に男性が見てる人多いんだけど、はいはい、やっぱりサウナの動画出して女性も、はい、すごいサウナ入ってみたいんです、でもちょっと分かんないし、うん、どういう風な場所行ったらいいか分かんないし、なんか流儀とかあるんですかとか、あやっぱそういう意味でも今日は水木ちゃんにね、こう女性サウナーとして、はいはい、女の人にも今ね愛され始めている、はいはい、サウナの魅力をちょっと聞きたかったんですよ。あ、はい、めっちゃ行ってるよね。めっちゃ行ってますね。最近行ったところでなんかすごい良かったとかある？あ、でもそれこそ最近藤山サウナ行きましたよ。おお、あ、藤山サウナクラブ、富士宮か。あの俺週一で行ったとこだ。そうそうそう、はいはいはい。で藤森さんがラジオで紹介してて、うん、すごい気になったから行ってみたら、ね、もうサウナ、バレルサウナの中に藤森さんのサインあって、うん、この人どこにでもサイン置いてるなって。言い方よくないよそれは。向こうがね、ずどうぜひ書いてくださいって言うから、俺も自分から書かないよバレルサウナ。いやそうですけども、どこのサウナ行ってももうサウナあるじゃんと思って。すいません。あそこいいよね。あそこ良かったです。バレルとテントだけど、もう本当に居酒屋の駐車場に作って、そうそうそう、で終わった後そのまま富士宮焼きそば食べたり、寿司、お寿司があったり、横が居酒屋になってるから、うん、しかも駅からね、本当徒歩、そうもう駅直結ぐらいの、直結ぐらいだから、なんであれ富士宮横丁とかそういう感じなのかな、そこ。そうですよね、結構横丁になってんだよね、うん、え、それ日帰りで行ったの？あそこ日帰りで行きました。すごいね、結構弾丸で行くもんね。あともうサーマルクライムも行ってきたし、行きました行きました。富士山のね、富士山の裾野だっけ、あれは御殿場かとかその辺で、ね、御殿場ぐらい、そうですね。それで誰と行くの？いつもサウナ仲間がいる。本当にサウナ仲間、だから女友達をサウナーにして、あ、女性のサウナー、そうです。港区おじさんとか違いますから、女性サウナーたちがいるってことですね。そうです、そうです。なるほどなるほど、失礼。この女性がサウナ入ることによって、はい、なんかこう普段の、うん、こう自分にとっていいことがあったりします？あの、結構行くところ行くところで肌綺麗って言われること多くはなりました。めっちゃ綺麗、確かに。サウナのおかげなんですかって言われる、うんうん、言われます。汗かくから毛穴の汚れとか出るのかなっていう、その分乾燥するからしっかり保湿もしてるんですけど、もともと代謝すごい悪かったから。あ、そうなの、汗かきづらかったんだ、うん、サウナ入って、うん、代謝とか良くなった気はします。あ、すごいね。でも基礎代謝上がって、こう基礎体温がちょっと上がるだけでも、うん、すごい体にとって免疫力上がるらしいから、うん、それはすごい感じます。まあ、肌にも良さそうだし、うん、なんか日々こうちょっと活力が、そうですね、湧いてきそう、湧いてくるし、まあ、でももう女性男性関係なく、はい、こう一人で考える時間とか携帯触らない時間とか、はいはいはい、割と大事だったりするじゃないですか。そうだよね、ずっと携帯触るもんね。いや触ってないですよ。あとめっちゃメールとか LINE 貯めるもんね。よくない、本当よくないですよ、はい、もういやよくないっていうか、そうじゃないですか。あ、でもそうですね、そうかもしれないです、はい、前お互いのね、あのトップ画面をね見せ合った時に、俺一切あれバッチっていうの、あれ、はい、あれついてないんだけど、ミュージシャン見たら、まあ、LINE は最低でも大体30ぐらいで、メールのとこ見たら2万とかなんかなってないですよ。あ、それ違うっけ。でも2万とかいう人いるよね。いますね、いますね。でもあれはもう必要なものだけ返してるっていうことだから、まあいいと思う。そうですね、うん、全部返すのめんどくさいしね。うん、ちょっと一回離れたいみたいな時とか、はいはいはい、サウナに入って悩んでることとかあっても、一人で考える時間になったりとか、デジタルデトックスにもなる。へー、暑い暑い、湿度も高いし気持ちいい、いい感じだね。いい感じですね。今でもサウナ女子で、はい、まあこんな言い方あれですけど、なんかライバル的な人いるんですか？いや、いないですよ本当に、はい、藤森さんって良くないですよね。いやいや、聞いただけですよ。女性とバチバチにさせたがるっていう、はい、いやいや全然全 然やっぱほら、でもサウナは私のね、ないですよ、本当に本当にないです。やっぱりたまにこうおかましになったりするのかな。いや、ないですよ。ないよね。ないですないです。でもなんか多いよね、でもサウナ、まあ多いですし、ちょっとにわかだと思われたくないなっていうのも、このはいはい、はい、そのフェーズには来ました。
にわかでは全然俺ないと思うし、だってもともとね好きで入ってたし、もう実績が全然違うから。どう水木ちゃん。最高です。結構しっかり暑いでしょ。はい、どうですか汗は。いや、かなり出てますよ。あ、いいね。はい、いい感じのサラサラ汗が。サラサラ汗出てます。出てますんで、カラッとしてないし。水風呂行きますか。じゃあ行きましょう。はい、いや、ちょっとね夏場だから水風呂かなりぬるいかもしれないけど。最高です。でもちょうどいいです。長く入られます。あ、本当。多分20度ぐらいあるもんねこれ。はい、暑い。気持ちいい。ひもりさん、ちゃんとシャワーヘッドとかリファにしてるんですね。はい、本当にベース高いですね。そうですか。これで顔を洗うとすごくきめ細かくて、あの毛穴の汚れがしっかり取れますんで、リファすごい。もう 女性のお風呂場みたいな。あ、気持ちいい。あ、水風呂トーク。あー、気持ちいい。ちょっと夏のね、夏の自宅のこれ水風呂かなりぬるいんで、もうずっとこうやって入ってないと結構しんどいですけど、はい、あー気持ちいい。気持ちいい。いや、よかったです。水木ちゃんね、やっぱサウナ好きのサウナクロートさんに入ってもらえて、いい感想も羨ましいです。やっぱ自宅サウナ、うん、まあ、やっぱ成功者だからね。うん、水木ちゃん、いや、だから藤森さんは、うん、サウナマウント、時計マウント、車マウント、うん、マウンターで、うん、マウンターですから。気持ちいい。ちょっとこの後、ね、コートプレス用意してますんで、よかったら整いながら、整いドリンクとして、それ飲みながらちょっと締めましょう。すごい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、じゃあこれあのサウナドリンク、ありがとうございます。バナナミルクです。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、おいしい。どこバブルス、ウーバーでさ、駒沢だと思う。コールドプレス。あ、でもこれ氷なしにした方がおいしい。いいのかな。サウナ上がりバナナジュース美味しいですね。うん、うまい。ありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございました。何から何までということで、ちょっとあのもう終わりますんで。本当にでも、はい、ちょっと悔しいですけど、うん、もう勝ち組の家ですね。うん、そうだねもう本当にあとはないのは彼女っていうぐらいじゃないですか。うん、そうだね、うん、それ以外は全部揃ってますもんね。そうだね、本当に。でもこのサウナに女の子をたくさん呼んで、うん、藤森さんの幸せを。家のサウナに、はいはい、夜な夜なたくさんの女の子を呼んでるやつ幸せかねえ、やばくない。やばいです。そいつやばくない。そいつやばいです。え、やってるんですか。いや、あ、初めてです。あなた。あ、そうなんですか。はい、ここ入ったの。ありがとうございます。ということで、どうですかね、整いレベル1から5で。5ですよ。5いただきました。はい、5です。整い5いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあ、あの家に帰ってもらって。いや、やばいですってそういうとこですよ、ほんと撮影終わったからいいでしょ。とりあえずいい、2セット目、2セット目。1人になりたい。やばいですよ、ほんと。家は1人は自分ですから。いや、やばいですよ。そうそう、やめてください、そういうの。帰って。あ、もうそういう人って、うん、あれだ、もう本当に身勝手な、自分勝手な自分ヨガリなタイプだ。そうそうそう、最低最低おい、動画最後最低で終わる動画って何ということで、ゲスト水木ちゃん、花山水木ちゃん、ありがとうございました。あ、我々がやってるですね、有楽町サウナクラブ、そして水木ちゃんも出てるあのアンドサウナの YouTube、それからポッドキャストのラジオ、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ようこそフィレッジへ。